皆さんこんにちは。大分の高知親方です。大分県連合青年団の団長も務めております。さあ、新型コロナウイルスの影響でですね、なかなか自粛モードでですね、皆さんきついかと思いますが、なんとか一緒に乗り越えてまいりましょう。ですね、今回ご紹介するのはですね、ユースポストというものでございます。皆様ユースポストご存知でしょうか？これは日本青年団新聞のことでございます。じゃじゃん。ということで、こちらですね、日本青年団協議会が発行しております。全国各地の青年団、地域青年やもしですねの活動紹介や、またこの青年に関する社会問題などについてご紹介しております。私も皇族13年目でしてですね、現在はですね、この無料でインターネットを日本青年団協議会のホームページから、PDF で確認をできます。年4回発行でございます。でですね、ちなみにこのユースポストという名前ですね、もう全国各地 の、 その青年団の思いが全国に届きますようにという意味で付けられました。さあ、問題、このユースポストという名前、命名者は、名前付けた人は誰でしょうか？考え中、終わり。正解は私、高知親方です。本当ですね、幸いですね、おかげさまで私がこうですね、命名をすることができましたですね。実際に表彰式も行われました。当時のですね、動画が、右上に出てると思いますので、よかったらチェックをしてください。そのユースポスト、私が命名して、約1年経ったんですけども、この今回の2020年の5月号、まさに今日届いたのですが、の裏面にですね、こちらですね、全国のユースポストということで、〇〇をお届けしますということで、日本ですね、各地の青年団のですね、地元を紹介するですね、コーナーがございます。今回実はなんと私が、ご紹介をしております。地元にあります、大分県豊後大野市でございますけれども、日本一と日本2位が一緒に見られる、ですね、特別な場所がございます。こちらですね、清川町にございます出会いと泥橋という石橋でございます。この、石橋のアーチ橋としてですね、はですね、このアーチの幅が日本一長いのと日本 2番目に長いのが一緒にですね、実はある場所がございます。詳しくはですね、この動画で、別の動画がございますので、そちらでご紹介しておりますので、ご参照くださいませ。右上に出したいと思います。過去ですね、この青年団でもこのメチオーシツアーということで、ジオパーク、地質のですね、と触れ合える場所でございます、この豊後大野市。団員として巡って、その団員もこの石橋の大きさに本当興奮しておりました。このようにですね、幸い、この全国の青年団とかですね、もしくは社会教育施設に配られている、もしくはこのネットで今も閲覧できますけども、このコーナーにね、私の記事が載りましたということで、宣伝がてらご紹介をいたします。過去ですね、私も5、6回ほど実は執筆をしておりまして、いろんな活動であるとか、青年団の思い出などをですね、ご紹介しております。そしてですね、今回はいろんなですね、活動報告とかですね、徳島県、静岡県、奈良県の活動やですね、今度、こちら NPO 法人ですね、エゾロックの、草野武文さん代表理事と、日本青年団協議会福永会長とのですね、このリーダーと語る各ですね、団体のリーダーと語る企画もございますし、ですね、いろんな町全体取り組んでいるということで、徳島県の話題、そして、団員の声ではですね、山口県のですね、長門市の青年団の声も出ておりますので、ぜひ皆さん日本青年団新聞でも検索をしていただいて、そこで PDF が出ますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。本当はですね、日本青年団協議会の福永会長も先日ですね、動画でもご紹介いたしましたが、まずはですね、命を守る行動からして、この青年団というのは面を顔を、合わせて、一緒に語り合うこの場や空間、仲間が大事だということですけども、まずは安全大事して、できることから始めていきましょう。そしてまた元気に会えるようにということでございます。ちょっと地元のですね、青年団も今活動をですね、自粛しております。まずは安全にということでございますので、皆様、ですね、また元気に会えるように、
ですね、していきましょう。そしてこのね、地元の若い人をね、から頑張っていきましょう。ということで今回は日本西南新聞ユースポストのご案内でした。ぜひご覧ください。それでは。